富田翔平は、日本の実業家。日本ケンタッキーフライドチキン設立の、日本側責任者を務め、同社社長、会長、ジェフグルメカード初代社長、日本フードサービス協会会長等を歴任した。1943年9月旧正東京商科、大学附属小学専門部を繰り上げ卒業。1944年旧日本軍に入隊し、中国で従軍。 1946年5月に復員するも、職がなく、1946年9月に、父の友人であった、神田慶三郎が主催する、大成水産に入社。その後事業が失敗。神田社長の世話で、三陸輸出入社。専務を務めていた、二村健造との地遇を得て、油脂の仕事の指導を受ける。名工商事、富士商事、三菱商事を経て、 日本ケンタッキーフライドチキン設立の三菱商事側の責任者を務め、1970年の会社設立時に常務取締役に就任。1973社長。1984年会長。1983年に札幌市白石区に405店を開設。ケンタッキーチェーンで400店に達したのは北米地域以外では日本が、 初めてとなり、札幌市内のホテルで記念パーティーが開かれた。同年ハワイ州での店舗展開を開始。また、大韓民国の関与食品が、ソウル市に第1号店を出店するのに際し、日本の店舗での店長候補者の教育、店舗設計や開店当初の店舗運営等の協力をした。1985年日本、フードサービス協会会長。 1992年に設立された株式会社ジェフグルメカードの初代社長に就任。商品券ジェフグルメカードを当初の予測を大幅に上回る量を発行。1994年には UC カードと提携し UC ジェフグルメカードの販売を開始。趣味はパソコン、クラシック音楽、歌舞伎、宝塚など。 1983年11月18日、日本経済新聞日本ケンタッキーフライドチキンの成長と三菱商事、独居経済イコール独居、ユニバーシティ・スタディーズ・オブ・エコノミックス、65から77、2015から12、1984年1月24日、日経産業新聞1983年9月1日、 日本経済新聞1983年8月11日日本経済新聞1985年5月9日日本経済新聞1994年2月1日日経流通新聞1994年10月12日日経産業新聞ありがとうございます